この後は予選競争第11レースが行われます。終盤戦の攻防、終盤に入りまして風が弱まっています。現在風向計は二間高校ややスタンド側を指していまして緩やかな風向かいます。11レースは安定板を外して行います。スタート展示で6コースでした4番の杉山がバックストレッチ側には最後に入りましてアウトコース側スピードを落として構えています。予選競争第11レースが始まりました。対戦メンバーは1号艇が浜名谷健吾、2号艇は黒井達也、3号艇は宇津島誠、4号艇は杉山隆弘、5号艇は土屋智則、6号艇は長岡重和、以上6人の対戦。スタートまでは1分を切りました。横に並んだ各選手、内から1号艇の浜根屋、そしてその外は2号艇の黒井です。3番宇津島センター3コースの体制でバックストレッチからホームストレッチに各選手が冒頭ゆっくりと進めていきます。スタートまで40秒を切りました。浜根屋から宇津島への組み合わせが人気13は 2.9、 折り返して31、こちらは 4.9 倍です。オール連帯、昨日ドリーム戦勝利を飾った宇津島誠、浜名谷は初日のドリーム戦を走っていました。内から1番、2番、3番、そしてダッシュスタート3艇スタート展示と同じ並びとなりそうで、角は5号艇土屋智則です。6号艇の長岡が5コース、アウトコースは4番の杉山です。スタイルは3対3です。角5号艇土屋、インコースから1番、2番、3番、5番、6番、4番です。11レース、スタートが切られました。まず1コーススタートの1号艇の浜根はスタートを決めて好スタートになっています。5コースの6号艇長岡も好スタート、1周1マーク、1号艇浜根が先に回った。2コースの2号艇黒井は差しを狙いましたが届かず、1号艇浜根が逃げている。外からは3号艇の宇津島です。内からは5号艇の土屋、バックストレッチ中間点に向かいまして完全に抜け出しました。1号艇浜根健吾トップです。2番手争いとなって3艇、2号艇の黒井が中から押し出すか、内からは5号艇の土屋が先に回ります。3号艇の宇津島、この2人を差し切るか、直線コースへ入った。スタートは正常、1号艇浜根屋がリード、2番手争いはうちの3号艇の宇津島と外の5号艇の土屋、地元両選手は2番手争いとなっています。1号艇浜根屋は大きなリード、2周第1ターンマークの旋回、2番手争いに内から2号艇黒井も切り返しながら差を詰めてのターンですが、3号艇宇津島が一気に回りまして2番手、3番手は5号艇土屋か、4番手の位置が2号艇の黒井です。3、4番手の差は2停身くらい、あと後ろ4号艇杉山、6号艇長岡の順、バックストレッチを通過しました。第2ターンマークです。2周2マーク、1号艇浜の上トップ旋回、2番手は3号艇の宇津島、5号艇土屋が3番手で回る、4番手が2号艇の黒井、3、4番手の差は3停身くらいになりまして、ラスト1周は奇数番3艇135の体勢で600を切りました。13の組み合わせは人気 2.9 倍、3連単の135は10倍となっていますが、最終周回の1マークを旋回しましてバックストレッチへ出ました。展開は縦に伸びている。135の体勢、どうやら体勢決したか、ラストターンマークへ向かいまして1号艇浜根屋シリーズ2勝目に向かいます。2番手は3号艇宇津島、3番手は5号艇土屋となっています。1番、3番、5番、ラストターンマーク旋回、1号艇浜根屋トップ旋回、3号艇の宇津島、オール連帯はキープできそうです。3番手が5号艇の土屋智則となりましてのゴール、1号艇浜の上1着、3号艇宇津島が2着でゴールイン、3着は5号艇土屋です。4着4号艇杉山、5着2号艇黒井、ラストは6号艇長岡の順でした。